ってわけではない。そうですね。でもどうするんですかね。万が一ではない。万が一いっぱいになると、ご予約の方をご優先する形になっていますので、ご予約をお勧めしますという形になります。映画祭のホームページってことです。はい。電話番号とかあった方がいいですか。問い合わせって問い合わせ電話が一番いいんですか。もし可能でしたらこちらの事務局 の、 携帯電話になるんですけれども、こちらの番号の方に、送っていただけたら対応いたします。そうですね。あとここにQR コードがあるんですけど、ここから一応携帯なんかで申し込むページに行きます。はい、はい、新聞の場合 QR コード載せられないですよね。はい、電話かもしくはホームページ、はい、スマホからだったら、はい、ワードで検索すれば一発で分かる。その反省料理野菜検索すればすぐ出てきますか。はい、準備の方に、はい、富士山です。まあ、松田さんにもちょっと聞きたいんですけど、この3つとかして4つと、まあ、職務日も含めて、はいはい、このまあ選択いくつかやっぱりそういうな、感染病のテーマにした映画があると思うんですけれど、はい、この3つを4つを選ばれた理由っていうのは何か、まあ、1つの貫かれたテーマみたいなものがあれば、はい、聞いていきたいですね。はい、この時代軸としましても、古いものからまた近年にまでのその、歴史的なことを振り返れるようなラインナップを、心がけました。まずこちらの、最終日になりますけれども、厚い壁という作品は昭和28年が舞台になっておりまして、熊本で実際に起きたお父さんがハンセン病だと診断されたことで、子どもたちの人生が家族と共に崩壊していく姿を描いた実話をもとにした物語なんですけれども、こういった、事件が実際に起きたということを、ドラマを通じて、若い人たちに知ってもらいたいということで、歴史的に古いものも含めました。で、徐々にその状況が時代によって変わっていくというところも全作品見ていただくと、どういった変化が日本で起こったのかということが分かるようになっております。またこんにちはキムテグさんの作品は、後藤さんの作文を元にしているんですけれども、この、今の時代にこの回復者の方が体験されたことをどう向き合えばいいのかということをすごく分かりやすく彼女の目線で描いてくれているので、ぜひ全部見ていただきまして、この日本でどんな流れが起こったのかということを感じていただけたらと思います。最初の渋谷は音楽を中心にしたすごく、エンターテインメント作品になっていますので、まずは難しく考えずに楽しみに来てほしいなと思っておりまして、そこからさらに知りたいなと思っていただいた方に、この国立ハンセン病資料館の方や、また日本財団ビルで、行います最終日の上映ですとか、入っていってほしいなと思いまして、まずは一番明るい音楽と一緒に楽しんでいただける鈴木亮平さんがメジャーデビューした作品なんだよっていう、そういう分かりやすいところから入っていただいて、その後しっかり歴史にも目を向けてもらいたいなと思っています。ちなみにマツコ・デラックスさんはこの砂の器のことをちょっと取り上げてコメントをいただいたんですけれども、砂の器は、その後何度もリメイクをされているんですが、ハンセン病 の、 テーマが描かれたのは1974年の、この、最初のバージョンだけになってくるんですが、ハンセン病であるということで、全国を放浪しないといけなかった、親子の姿、そしてその後事件にも発展してしまうというサスペンスのような人生の状況が描かれているんですけれども、こんなサスペンスだったのねみたいな言い方をされていまして、今の時代ではありえないほど、ただ当時はそこまで隔離政策によって本当に姿を、消すような形で親子が一緒にいるためには
放浪しなきゃいけなかったという状況が描かれています。でハンセン病をどう受け取るかというのを過去の事例も見ながら今の時代、今年はパラリンピックもございますけれども、ハンセン病との向き合い方、マイノリティの方との向き合い方というのをこういった時代があったよねと言いながら進化させていくためにもその過去の作品を見ながら、この自分の中にもあるかもしれない、差別をする心と向き合ってみたり、そういった時間をこの映画祭で過ごすことはすごく豊かな時間の過ごし方ですよという激励の言葉をいただきました。ですので全ての作品を見ていただいて、そのご自身の中にある、人と区別や差別をしてしまうかもしれない思いであったり、また何かの拍子にひょっとしたら事故や病気で、ご自身の体の状況が変わってしまったりした場合にひょっとしたら自分が差別をされる側になるかもしれない、そういったことを想像力を持って見ていただいて、その場を、見るだけではなくシェアする場も、毎回用意しておりますので、感じていただける、映画祭になったらいいなと思っております。はい、森本さんにちょっとお話を、こういった形の映画祭の方、先ほどもちょっとおっしゃってましたけども、映画を通じて例えばお話をするとかあるいは、裁判とかそういうものも含めまして自分の、そういう立場みたいなものがアピールされたりしたと思うんですけど、映画という形あるいは映画祭という形でアピールされること、については、森本さんとしてはどのような考え方を。そうですね、でも弁護から始まってあらゆるハンセン病の映画を見た、つもりですけども、やっぱり映画はそれなりに、自分なりの感動もあったし、考えることも多かったんですが、映画とかも別にですね、私実際にハンセン病患者としてずっと生きてきた中で、やっぱりライブ廃止という一つの1996年の予防廃止以後は全く人生変わりましたね。それまでは私もずっと隠れて、大学でも職場でもずっと自分の過去を隠して生きてきました。ところが予防廃止された途端に気持ちが開放的になりましてね、もう少なくとも法的に我々職場から解放されたという、意思があったので、もうどうしてもこの機会に私は自分の気持ちをですね、国民に訴えようと思って日本人の過ちという本を書きました。うちの夫婦で1996年の8月15日出版で、日本人の過ちという本を書いて、その本を書いたことによってまたさらに自分人生変わったんですが、もう予防法を廃止しなければいまだに私も隠れて生きていたんじゃないかと思うんですが、やっぱり予防法を廃止されたことによって我々ずいぶん気持ちが変わったことも間違いありませんね。だ映画は映画ですけども、実際にこういう法律の動きとか日本社会の動きとかいうのが直接我々に影響するんでね、もう映画の力はもちろん大きいんですが、私なんかも映画以上に毎日体験していたんで、特に感じてますね。映画は大体もアンチメの映画をほとんど見ているんですが、どの映画もやっぱりね、意味があるっていうか、非常に時代背景されていますし、とてもね、私、映画関係者には感謝もしています。特に中山社長さんにはね、私とたまたま、私、鹿児島で彼は熊本なんだけど、年も同じでね、よく意見が合うっていうか、よく気持ちが合う二人なんで、もう本当に同級生みたいな形で、彼と付き合いしてきましたが、熱い壁とか、それは新熱い壁という映画があります。新熱い壁が僕本当に起こった事件なんですが、それに私も俳優として出てます。え、そうだったんですか？行かなかったんです。見てください。はい、いい男を映せるから。どのシーンだったかしら。はい、電車届かなくなった役だったのでやってるの。図書館長の役ね。図書館長の、はい、の記者がね、その、
しくじ、我々しくじ事件って言ってるんだけど、しくじ事件のことずっと調べてるの、はい、たまたまたま前週に私図書館長してたんで、はい、あの映画で、映画で、映画の中で、あ、なるほど、そういうことですね、はい、うん、で、あの映画もね、まあ最高裁判所の あの誤りも指摘されて大問題になった映画なんですけど、もうどれと取ってもね、アンチノの問題っていうのは、あの砂の器にしても、それから最近のアンという映画にしてもね、はい、やっぱり反対すると必ず言うんですよね、中には、うん、全部100人100人以上かったなんてまだないですね。だから非常に難しい、アンチノの映画は難しいと思うんですが、それでもだから難しいかといってまたやらなければね、何にも意味がないんでね、やっぱりやることは非常に大事だなと思ってますね。で、この時代が変わってきてね、この予防法廃止から、あ、最近の家族訴訟まで裁判に勝ってね、はい、ガラッとアンチノの歴史が変わってきましたね。私はまだ会員がする前の雰囲気と、今の雰囲気は全くの違う、別の世界で生きてるみたいな感じですからね。だから、これどうしてこうなったのかと思うと、もちろん我々個人個人の力も、働きもね、大事だと思いますが、やっぱりマスメディアとか、いろんな支援者とかね、学生たちの運動とか、そういうのもみんな我々バックアップしてくれてね、我々背中を押してくれて、みんな一歩出ているんじゃないかと。あの家族訴訟についても、家族訴訟でまさかこの裁判になるとは全然思いませんでしたね。我々自身の裁判こそこと自体が、領土って問題だと思うんだから、それが今度家族訴訟ってね、しかも判決を得てね、勝つなんてね、夢みたいな話ですね。あの昔のこと考えると、うん、そういう意味ではね、あの家族訴訟の原告たちもよく頑張ったなと思いますけどね、ある意味では本当に時代のこう流れっていうかね、もうこう同じことを繰り返すんだけど、我々患者運動をやってるものと、それからあと支援する人たちのね、バックアップがやっぱ大きな影響を与えていると思いますね。だからあの特に、日本財団と佐田川財団というのはもうずっと世界の治療薬を出しているぐらいだからね、とっても貴重なことだと思いますね。で、私もあの佐田川洋平さん、理事長さんとは世界中回って一緒に歩いてきたんでね、彼は世界中はあの、ね、もう世界中英雄です。彼は世界の同業者からもう大変ですよ、言ったらみんなもう写真撮って握手したり、そういう、ことですね。で、まああの、さっき学生たちの運動のことについて触れてたんですが、日本でね、ハンセン病最初にやったのはね、実は学生なんですよ。 FIWC って言ってね、はい、F はフレンド、フレンド F、 W はワーク、それから、FI はインターナショナル、 FIWC はワーク、 C はキャンプ、労働法制を通してハンセン病を考えようという会がね、 FIWC なんです。特にそれはね、あの早稲田大学の筑紫哲也さんとか、関東で中心になって、大阪ではね、関東では、関西ではね、あの、はい、同社の鶴見先生、あの哲学者のその先生たちがね、この学生たちを伺わせてね、反省も取り組んだんで、だからあのジャンボ君も、はい、FIWC の元会長さんで、彼は中部地区、名古屋の方も、はい、ね、そうですね、そういう FIWC っていうグループがね、まああの、いや、本当に安心なもんだ、本格的に扱ったらそうですよね、まあ、いろいろその意見についてはね、意見もあります、特に、ね、例えば宗教団体がね、いや、俺たちで先だって言ってますけどね、宗教団体はね、確かに古くは付き合ってますよ、あの、予防の話以前からね、例えば明治の初めの頃から、仏教とかキリスト教とか、あ、付き合ってますけどね、だけど、こう啓発活動までやってきたなと、それやってないですよ、はっきり言って、あの領域に回ってね、慰問不況とか不況活動してるけど、ハンセン病のことをね、宣伝しね、自分たちで何としようっていう運動はなかったんですよ。それやったのが FIWC ですね、やっぱりね。そういう意味では学生のね、あの運動っていうのは非常に大きな意味があったと私は思います。で、私も学生時代に FIWC 入って自分もずっと変わりましたけどね、もしそういうグループ入らなかったら、今でも逃げてね、嘘ついてたんだなと思うんですが、うん、そういうふうにして、あの時代がこう変わってきてね、予防が廃止されて、家族訴訟が起こって、それから
家族もだいぶ気持ち変わってきましたね。家の中の家族もね、もう私の家族も最初はね、私テレビ出たり、新聞出たりするともう大変ですよ。生産が乗ると、乗って死んでくれってまで私言われたんだから、兄貴なんかには。そのぐらい家族との葛藤も大変だったんですけど、それをやっぱり乗り越えてね、みんな、ここに迎えてるんですよね。そういうことはまだ社会にあまり伝わってないって言って。その辺のね、やっぱり映画を通してね、辛いことも大事かなと思いますね。それで今回の映画界のこの計画っていうのはね、非常にありがたいなと思ってます。ぜひ頑張ってもらいたいと思ってます。私も、もうこの不自由な体だけど、できるだけ協力はしたいと思ってますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと何かありますか？生年月日を知りたいです。1938年、はい、1月12日、はい、2、3日目誕生日迎えたんですね、82歳で。82歳そうしたら伝承の、ね、職員がみんなね、ハッピーバースデーを渡して、歌ってくれて、はい、もうこんなびっくりしました、これも。職員の皆さんがね、全員私がゾンと来てね、ハッピーバースデーどうってやってくれたんで、これも本当に初めて経験しました。とありがたかったです。今も伝承園今全身ね、あと目が悪くしてね、もうちょっと脳骨から大体骨折を起こして不自由になったんで、ちょっと社会の老人ホームに入ろうと思ったんだけど、ちょっと老人ホームじゃ目を治しきれへんで、もう両手に入ってきました。一応、今回のトークショーの方でもまた今お話しされたようなことをお話しされるような形になるんですか？もしそういう場面があったら私は喋ると思いますね。材料のこと書きませんので、いくらありますか、そういうことじゃ。ただ自分役立つことか分かりませんけどね、ちょっとこう言葉もね、多少言語書が残ってるんで、ちょっと気づらいかと思うんだけど、だからインドネシアのね、たくさん言うたんで、今でもインドネシアで頑張ってるんだけど、これとかインドのワーピネスのね、梶田エリコなんか、みんな私と関係で、私の、真似するったらおかしいけど、私できないことって梶田はやってくれて、とてもありがたいですね。今ネパールまで、ネパールがやってます。すいません、申し訳ないですけども、日本財団と、笹川、保健財団の関係とはどうなんですか？非常に分かりにくいと思うんですけども、それでは私からご説明。日本財団、私どもできた1974年なんですけれども、創設の会長が日本財団の創始者であります笹川良一、会長が私ども の、 創設の会長です。で、理事長がですね、当時東大で初めてプロミンの合成、ハンセン病の治療薬のプロミンの合成に成功した石立盛雄先生という方が理事長だったんですけども、で、他の、組織の理事会で、その2人があって、で、その日本のハンセン病の状況を何とかしなければいけない、世界のハンセン病の状況を何とかしなければいけないということで意気投合して、できた財団が我々の笹川保健財団になります。はい、そうですね、特化して作られた財団でございます。日本財団はそういう意味では、これみたいな一部本というよりも、兄弟的な財団というところですか？そうですね、ただ基本的に我々は日本財団から助成金をいただいて、ほぼ9割以上の事業を展開しておりますので、親というか、兄弟というか。会長なんだよ。そうですね。カバンってなっちゃうんですけど、関連団体ですかね。日本財団さん、日本財団さんからも女性という形でこの映画祭助成をいただいて、我々が、なんでしょうね、そのこの事業をやるにあたっては日本財団さんの方からお金をいただいている。基本的には主催としては、笹川保健財団が主催をしているというか、事務局は、友達さんの事務局長、局長事務局長決めてなかったですね。でも代表ですね。正確に言いますと、こちらにあるんですけれども、一般社団法人ユーチュア国際映画祭という、団体の私が代表理事をしております。本事業はこの社団法人のユーラシア国際映画祭と笹川保健財団様との
委託事業という形でお受けしている形になっておりまして、この映画祭の事務局の、まあ、事務局長ということで、事務局長でよろしいですか。分かりやすい肩書きじゃないと新聞に書けないですよね。じゃあ事務局長で、事務局長で、ではそれでお願いいたします。事務局長で、電話番号の先は事務局って言いなさい。はい、お願いいたします。これまたの関係だろう。はい、そうです。あと、もうなんか最初に上映する映画がこれですか。これ、はい、もうストーリー簡単に、はい、あのこちら裏に書いてあるんですけど、続けるとかね、はい、こちらあのハンセン病の療養所を50年ぶりに退院した財津一郎さんが演じたおじいちゃんを迎える木島家のハプニングを描いたものなんですけれども、あのもともとおじいさんがいることすらそのご家族が知らなくって、そして、この雷予防法がの廃止とも重なっているんですけれど、今まで隔離されていたおじいちゃんが、家に戻ってくるということで起こるハプニングを描いています。でこちら の, あのおじいちゃんである財津さん演じる、ケン三郎さんがジャズバンドクールジャズクイーン KT のトランペッターだったということで、この